森少婦、マイナスは、日本のジャーナリスト。北海道襟萌町出身。1985年、慶応義塾大学文学部フランス文学科卒。株式会社行政勤務を経て、1992年、ジャーナリストとして独立。以後、月刊誌や週刊誌を中心に、幅広いテーマで記事を発表しているが、政界の暗部をえぐるルポルタージュの分野で定評がある。 中でも、文芸春秋2001年2月号、近代中拉致事件28年目の真実、木村証言で闇の扉が開いた、閣営死して7年。復信中の復信は、なぜ語ったか。現代2002年5月号、田中閣営の元側近、36年目の衝撃証言、私は原発用地売却代金4億円を目白へ運んだ、は、田中閣営元首相による、 秘密工作を滑車したスクープとして注目を浴びた。この二つのスクープ記事については、田中金脈問題追求で知られた立花隆も著書田中巻子研究8月文芸春秋社館の中で、この一年余りの間に、これまで闇の中に隠されてきた驚くべき金の流れが2件も明るみに出ました。あまりにも赤裸々な事実が書かれているので、 びっくりしてしまいますと感想を述べている。ありがとうございます。